さあやってまいりましょう。トゥームトゥーム、すべてのツムを紹介し終わるまでを終われまってんということで、続いてはライオンキング。続いてますね、スカーでございますね。スカーはね、なんかこう不遇のキャラと言いますかね、なんとも憎めないけど、まあ敵だから憎まざるを得ないという、ちょっと悲しいかなっていう感じのキャラですよね。でスカーのね、アニメ版のね、声をやっている人がね、皆さんご存知ですかね、ジェレミー・アイアンズっていう方なんですよ。うん、声優になると急にね、ウィーガイアナが走ってくる。おお、さすが悪役系のキャラってなんか積むスキルレベルがしょぼくてもなかなか消してくれますね。そうそう、でジェレミー・アイアンズっていう人なんですけど、有名な映画でいくと、ブルース・ウィルス主演のダイ・ハードの3に出てくるやつですね。で、今はもう亡くなっちゃったんですけど、ハリー・ポッターの、スネイプ先生の役をやった人ですね。の、が、ダイ・ハード1に出てくるんですよ。で、ダイ・ハード1で出てきて、で、そのお兄さん役として3で出てくるのが、このジェレミー・アイアンズ、スカーの声の役をやった人なんですね。で、まあ、ニューヨークの市内にね、もういろんなところにあらゆる爆弾を仕掛けまくって、で、その爆弾を溶かせている間に連邦準備銀行から金塊を全て盗み出すというのも最強のテロリストだったの役をやってたんですけれども、まあ、他にもね、なんだったっけな、ザ・フライだったかなっていう映画、あ、それ違うか、ロリータっていう映画で、中学生くらいに恋をするロリコンおじちゃんの役もやったりとかしましたね。で、そのロリータっていう映画が元で、そのロリコンっていう言葉ができたらしいですね。まあ、なんかこうダイジェストムービー的なところでロリータ見たことありますけどね、もう完全に言っちゃってる目しましたからね、ジェレミー・アイアンズさんね。はい。スカーの話をしろよっていうね。ということで、はい、スカー紹介してきました。ハイエナ3匹が、走り抜けて一気に消していく、そんなツムでございました。ではまた次回お会いしましょう。バイバイ。